皆さんこんにちは。今日はですね、鍋冠山に車で行ってみたいと思います。はい、鍋冠山に着きました。展望台が新しくリニューアルされているっていうことなので、ちょっと今日天気は曇りですけど、早速登ってみたいと思います。だいぶ変わりましたね。では早速行ってみましょう。ガラスになってますね。いかがでしたでしょうか。リニューアルされた展望台、皆さんも長崎に来た際はぜひ登ってみてはいかがでしょうか。ではまたね。皆さんこんにちは。今日はですね、鍋冠山に泊まっている皆さんこんにちは。今日はですね皆さんこんにちは。今日はですね、鍋冠山に車で行ってみたいと思います。もう一回、